はい、こんにちは、木村農園です。7月の22日木曜日か。オリンピックが開会式前のサッカーとかソフトボールが始まっています。で、今夕方の5時過ぎ、まだ暑いです。30度はあるん違うんかな。でね、あの洪水からずっと雨が降ってなかったんですが、昨日ようやく雨が降りました。雨がね、欲しい時がね降らなくて、いらない時にアホほど降り上がってっていう感じですが、でここがね、人参植えるところだったんですよね。今これトラクターで耕したんですが、耕す前はこんな感じ、これね、わかります？泥が堆積して固まって乾燥してひびが割れたみたいな感じになっています。で、このままじゃあどうしようもないので、トラクターで耕しました。で、耕した後ですね、まあ今からもう一度作業していくんですが、冷気と言われるこれはね、どっち冷気で合ってるのかな、これを使ってちょっと平らに表面をします。で、表面にした後、この透明のシートを貼っていくっていう作業をするんですが、なんじゃこれはっていうことですよね。これ透明のシート90センチか95センチで、厚みちょっと前に買ったんで覚えてないんですが 0.02 ミリぐらい違うかな。これを使って、まあ、サムネイルとか題名で出てると思いますが、人参の太陽熱マルチ消毒、太陽熱消毒かをやっていきます。消毒です。太陽熱消毒、なんじゃそりゃ。太陽熱消毒とは説明しよう。根菜類とかをこのまま植えると、発芽する頃には雑草だらけになるので、太陽の力を利用して地面の温度を上げ、雑草類の種を枯らしてしまうという方法である。こんな感じかな。まあ要はね、この透明マルチを貼ると表面温度がどれくらいになるん？今これ手でギリ触れますが、昼間は暑くて触れません。で、これで何週間か置いておくと、この中の雑草の種が暑さで枯れてしまうと、やられてしまうので、雑草が生えにくくなるっていう自然を利用した方法です。で、これでね、雑草の種をやっつけてから、このマルチを剥がす、まあ、剥がすといっても、そのままベリッと剥がして処分するんじゃなくて、その後も通路として利用するんですが、それについてはまた違う動画、時期が来たら、説明しますが、どこまで話したかな。いつもね、考えながら話しているんで忘れてしまうんですが、はい。で、まあこれで温度が上がるということです。で、これをしていないところは、まあ手で取って、草をね、手で取るか、あとは除草剤っていうのを上からかけています。私がね、除草剤あんま好きじゃないんですよね。で、必要最低限のね、防除する薬はね、植物にはかけます。人で言ったら風邪薬とか、まあインフルエンザというか、今流行りのね、例のワクチンとか予防とか治療とか、いろいろ人間でもするじゃないですか。そういう最低限のことをはしますが、極力そういうのを使わないように思っています。で、特に除草剤は安全だと証明されているみたいですが、やっぱ気色悪いので、作物を植えるところには植えていません。で、比較的安全な除草剤、安全な除草剤って何やねん、こう作物のところに植えれる除草剤、作物のところにかけれる除草剤と、作物で使ってはいけない除草剤、公園とかそういうところ、駐車場で使うきつい除草剤とかあるんですが、私は
どうしてもね、このハウスのね、ヘリのところだけは手で取るっていうのは難しいんですよね。あ、手で取ってる場合じゃないんですよね。で、草刈りでやるっていうのは難しいので、このヘリのところだけは除草剤をかけていますが、これもそのきっついやつじゃなくて、この畑に撒いてもいいようなやつをかけています。で、さすがにこの畑に除草剤撒くのは嫌なので、このように太陽熱、マルチ、消毒で除草していってやっていますが、なんせこれまだね、私2年目なんですよね。2年目なんで、まあ、まだ 100% 使いこなしていませんが、これ今から貼っていきます。これ見てね、綺麗だと思った人は勘違いしないでください。これはめちゃくちゃ下手くそです。まっすぐ貼れていないし、ピンと貼れていないじゃないですか。空気がちょっと入ってるでしょう。これ、上手い人がやるとピンと貼ってね、で、綺麗に貼ることができるので、そうやるとより熱が逃げなくて、高い温度になって、除草効果が期待できるというみたいですが、ちょっと何せまだ2年目なんで、こんな感じですが、ご勘弁を。で、今1本ね、貼り終えたので、次2本目、貼るところを動画撮っていきます。では、冷気で表面を平らにしていきますが、これはね、草集めたりするためにトゲトゲなっていますが、平らなものがあれば平らなやつの冷気で、まあ、トンボってやつですね、あれで耕し平らにしてやった方がいいです。で、ここね、昔畑じゃなかったんで、すぐ石がいっぱい出てきます。人参はね、石とかに当たると曲がってしまうので、できるだけ取り除いてやった方がいいです。では今ざっくりね、冷気で平らにしました。そして透明マルチを貼っていきますが、この最初のね、マルチを貼り始めるところを押さえるのに、このような T 字をしたマルチ押さえっていうのがあります。これを刺して、マルチが動かなくやる方法がありますが、これもいろいろな形があって、まあ、昔からあるのはこう T 字で、これちょっと足が長いんですが、短いバージョンもありますが、 U 字、 U 型の1個にすると U の形してるんですよね。 U 字ピンっていうかな、こういうのがあったり、あとこの辺は100均でも売ってるんですが、こう簡単に上から押さえて、この六角形のところでマルチを押さえるっていうのがあるんですが、今回はね、もうこの後剥がすので、簡単の仮止めのやつだから、こいつを使います。こいつですね。じゃあ端っこ3箇所仮止めします。で、次にこの透明マルチを13メーターぐらいあるんかな、向こうの方に引っ張っていきます。
今はね、橋2箇所、真ん中2箇所、向こうの橋が2箇所、ここだけ3箇所しましたね。3箇所、2箇所、2箇所。風があるときはね、もっとたくさん仮でピンを留めた方がいいですが、今風がないのでこんだけだけでやりますが、で次このマルチの、裾っていうかヘリのところを埋めます。このようにで、ここですね、このように歩いていきます。マルチの上を、マルチのマルチ半分、土半分、分かるかな意味が。こういうふうに歩いていきます。こうやって歩くとマルチがこうへっこむんですよね。でへっこんだところにクワとかで土をこのようにかけてやります。じゃあ踏んでいきますね。今ね、三脚を固定するところが壊れてしまったんで、ちょっと三脚で固定ができないので、こっからはもう手で持って撮影しますが、ごめんなさいね、ちょっと今ずーっと橋まで歩いていってるところですね。でここがちょうど真ん中のところで仮で止めているピンです。いろんなやり方があると思うんですが、私はこれが自分に合っているのでやっていますので、まあ、参考にしてもらえたらなと思います。さあ橋まで来ました。よいしょ、クワを取ります。そしたらね、このハウス、違う、マルチの半分がめり込んだ状態になっているので、よいしょ、次ね、土をかぶしていきます。あまりかけすぎるとマルチの上に乗ったところっていうのは温度が上がらないので消毒できないから、できるだけマルチの 上には乗せないといけないですが、こっちの真ん中あたりまで土が来ないようにしましょう。ではちょっと一度ビデオを止めて土かけを先してしまいますね。こっち側土かけをします。で土かけした後もう一度上歩きます。で歩いてきちんとこう、まあ、先歩いてみましょうかね。今土かけしたところ、ここまで土かけしましたが、この上をもう一回歩くんですよね。そうしたらね、少しはピッとビニールが張ります。こんな感じですね。ここ今歩きました。このようにして最初、このヘリを上から歩く、歩いた後土を寄せる、土を寄せた後もう一度上から踏み込むというのをやります。で片側が終わった後反対側もやります。ではやってしまいますね。はい、ではですね、この右側今透明マルチをかけました。でかけた後両端をね押さえ込んだんですが、一番端めと一番向こう側のやつはね、透明マルチをカッターで切って端っこも埋め込んでいます。でこの最終的に私はそのマルチを押さえていたピンは抜きます。これここですね、抜きますよ。これ抜いときます。風の強いところはねそのままにしといた方が、風で飛ばされる心配がないので刺しといた方がいいです。でここはね、この風それなりには吹くときは吹くんですよね。で、まあ、去年も実際マルチ飛んでいってしまったんですが、これ刺したままにすると、あと抜くん忘れてえらいことになるんです。トラクターで踏んづけてタイヤが穴が開いたりとかね、そういうことがあるんで、私の場合はこの何やったっけ、マルチ押さえピンはこの時点で外してしまうんですが、見てください、もうすでにどこに刺したかわからなくなってるでしょう。あれ1、2、3、4、5、6、あれもう一本あるんですけどね。ね、こんなふうに、あったあった、ここで外してしまいます。でよっぽどね台風とか来るとかってなった場合にはね、この上に鉄パイプがいっぱいあるんで、ここハウス建設用の、
この鉄パイプを上に乗せて重しにします。皆さんですので、これ刺したままでもいいかもしれないですね。もしくは肥料袋とかに土を入れて縛って土の袋みたいにして上に乗しておくっていうのもいいかなと思います。さて、やっと2本目が終わりました。透明だったマルチがね、ほら、もうすでに水蒸気で曇ってきてるじゃないですか。そんな暑くはないですが、もう夕方今6時頃なんで、これもね1週間2週間、場合によってはね、もう私種をまくまでこのまま置いとくかもしれません、置いときますので、いつになるか分かりませんが、今後人参を植えるときにまた紹介します。言い忘れたことがちょっとあったので順番に行きますと、まずここ耕すときに駆動石灰と堆肥を撒いておきました。肥料は入れていません。ここね、いろいろ野菜も作り始めたので、それなりに肥料が残っているっていうふうに思っていますが、前の洪水でどうなったかわからないんですけど、あんま肥料やりすぎるとね、人参自身も美味しくないんで、植えてから様子見て追肥で補おうかなと思っているので、肥料は入れていませんが、駆動石灰と堆肥は入れています。でこれ今入れておかないと、透明マルチを剥がしてから肥料を入れて耕すと、せっかく消毒したのに、また下から種の混じった土が上に出てくるので、植える時はもう土触りません。ですから先に肥料とか駆動石灰堆肥は入れておかなければいけないので注意してください。で数週間経った後植えるんですが、ごめんなさい、またね考えながら言っているので、あとね、この透明マルチをするタイミングなんですが、カラッカラに乾いている状態、土が乾いている状態でやると、水分がないので、水気がないので効果が薄いです。なので雨が降った次の日ぐらいにやるのがベストです。ある程度は下からね水がね浮き上がってくるんですが、やっぱ雨の降った次の日なんかにやると、それだけ水分量が多くて温度が上がりやすいので効果抜群ですので、そうしましょう。で今後この後、人参は紅葉2号っていう種を植えますが、植える時このマルチは剥がすといってもベリベリベリって剥がすんじゃなくて、このど真ん中にちょうど青い線が入っていますよね、ここにカッターを入れます。でこっちもど真ん中にカッターを入れます。で真っ二つにして、この半分を通路側に、で左の半分を通路側にして、この通路の上に今度透明マルチをかけるようにして、ここの除草をするようにします。収穫育っている時にここ通路に、除草シートをかけるような感じにしますね。その動画はまた別の話です。では以上、人参の、太陽熱消毒の話でした。まだね、あの1000人登録者、ご登録者のね、ゴール、まあそこがスタートかもしれませんが、まだ見えてきませんので、ぜひね、今洪水の復旧作業の修理ばっかりね流れているんですが、たまにはこうやって、これが家庭菜園かどうかは別として菜園の何かのねヒントになると思うんで、チャンネル登録をして見ていただければとても嬉しいのと、高評価ボタン、いいねしてもらうとね、この動画がね、1週間に1回やった動画が3日に1回とか1日に1回毎日更新とかってなるかもしれないんで、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方もよろしくお願いします。だいぶ賭けが長くなってきましたね。じゃあいちごハウスの方に入って苗の準備するか、草刈りするか、どっちかまだ作業していきます。では最後までご視聴ありがとうございました。